はい、えー、いつもご覧いただきましてありがとうございます。腕時計のあれこれです。えー、この西20年のねコロナウイルスのこう町の雰囲気今日ね同日ともこう外出をね制限してまたこの日曜日にはもう4月が来るっていうのに大雪が降ろうっていうような状況でやっぱり思い出すのは 2011年の震災の時を彷彿とさせるような、えー、感じだなというのを今自分は思っています。で今日お話ししたいのが災害時にまあ災害セットの中に入れる腕時計、まあ、時計をその、まあ、災害キットの中に入れといた方がいいと思いますんでね。えー こう時間を計ったり待ったりる方待ち合わせたりとかいろいろあるかもしれないですけどやっぱり本当に何も情報がなくなった時とかって腕時計があったらいいですし多分まあ必要なものだと思いますんでねその時にどの腕時計をどのタイプの腕時計を選んで災害バッグに入れたらいいかなという提案なんですけれども。 まあもう大きく分けて腕時計というのは機械式か電池式かまあソーラー時計ですねまあこれは電池式に近いんですけれどもソーラー充電の時計なんですけれどもえ今回ちょっと自分のね考察をしてみようと思います。まあ動力源が違うのでこう一般的にはこれ電池式の時計これは動いてますけどこっち止まってるんですね。 これ夜光塗料が付いててこう暗がりで見えるんでこう災害の時とかすごくいいんですけれどもいざやはり2年3年と災害用の準備していたカバンの中に入れていたらいざ使おうと思った時に止まっていることがあるんですね。なので、まあ、いつ起きるかわからない震災に対してこれをいざじゃあ電池交換するかというとそういう時は多分電池交換できる。 環境がががななかかっっったたたたりりりり電電池池売売て切れししましたよね震災の時って。まあこれは乾電池で動いてないですけどボタン電池ですけどこれ開け閉めする専用の工具とかを準備できなければ意味がないのでまずこう電池式の時計災害維持のカバンの中に入れるとしたら、えー、選択肢から一番最初に外れるかなっていうところですね。で 残されたのはこう2種類ですね。ソーラー時計まソーラー電波時計か機械式腕時計。なんですけれども、私あれ？これは機械式腕時計をそのカバンの中に入れておいた方がいいと。提案します。まあ、理由なんですけれどもこれソーラー時計？ まあ10年ぐらい経ったら寿命は来るよーっていうんですけどこれ今2秒ずつピピって言っててますよね。これあの光に実は1ヶ月以上当て続けてるんですけれどももうこれ以上回復しないんですね本当に古くなっちゃって中の充電池の寿命が来てしまっている状態がこれなんですえ本当にもう2ヶ月ぐらい窓際にほったらかしにしてるんですけど全く回復しないですこれからえまあ寿命が同じように来るよというのとあと 結構駄目なのが真っ暗な中にほったらかしにして入れとくと中の電池が劣化が早くなったりいざ使おうっていう時に充電ができていないこれそれから充電しないといけないというようなことが起きるのでいざという時に災害用のカバンの中に数年間入れていた時にそれが起きます。 もちろん明るいところ、えー、カバンのこう例えばフックのところにこうベルトを引っ掛けてこうラバータイプでしたよね引っ掛けておいて常に明るくて、えー、止めないということであれば大丈夫だと思うんですけれどもカバンの中暗がりに2年も3年も放置してしまうと、えー、故障をしていたりいざ使おうという時に使えないということが起きるんですね。でももしし機械子宮時計でしたらカバンの中に入れていてい 少し振れば動き出します。まあ、自分が一番いいなと思うのは、セイコー5あたりを入れといた方がいいと思います。曜日、非日,日曜日もつきますし、精度もそこそこ良くて、えー、あとはやはりあの災害時こう。避難した時にそういった貴重品や高級品っていうのは狙われやすくなったり、えー、ちょっと良からぬことが起きたりって言うようなまあ、そういった心配もありますよね。えー、まあ、高級腕時計だったら少し復活すれば。 買い取り屋さんに持っていけば急場をしのぐお金に換金できたりっていうようなことでも重宝すると思うのでいざっていう時ですよね本当に災害の時にいざっていう時にの現金がちゃんと機能してればねそれ買い取り屋さんが機能してれば現金にっていうようなこともえできるかなっていうのは一つあるかと思いますがえ一番なのはちゃんとその土壇場の時に動いてくれるかっていうことですね。 で機械式腕時計なのでいざ災害発生時止まっていました、まあ、その際はラジオを聞いて時間を合わせてくださいラジオ災害用のラジオってあのこう手巻き発電とか乾、まあ、電池買えばできますしそれで時間を合わせればいいと思いますそういうのが聞こえない状態であればもちろん当然時間を合わせられないんですけれども ま、あその情報を仕入れて一度時間を合わせれば大体1週間ぐらいは概ね合っているという認識でいいのかな？と。まあ,あのいろんなところからね。時間は仕入れられるかと思うんです。けれども、いざ本当に土壇場の時に役に立つっていうのはそういう機能かなと思います。えー、まあもちろん本当にね。クォーツ長寿命の10年間持つようなやつとかもあったりするんで、それだったら別。別 段気にすることはないんですけれども土壇場で本当にそのいざっていう時に動くか動かないかということで考えると、えー、例えばこれになんかもう何十年も前の時計が今降ったら動きますし1日1分の誤差ぐらいで動きますんで、えー、災害の時でも使えるというのは大きいですね。こう見直されてもいい、まあ、こ,うこういう時だからこそこういういや非常時だからこそ、えー、そういった時でも動けるもの。 の良さっていうのは再認識したいなと思ってこの動画を撮りました、えー、私あれこれは災害時の準備のカバンの中にはま成功ファイブを1本入れておきたいなと思っておりますはい、えー、なかなかねさらにこう明日には雪も降ろうというところなんでね皆さん大変だと思います私ももうあのどうなるかっていうところですからね本当に しっかり健康に気をつけて乗り越えていこうという気持ちでおりますまた動画アップしていきますのでどうぞぜひご覧になってくださいあ、それと最後になりましたけど今撮影しているのが iPhone のイヤホンマイクで撮影してるんですよあのマイクで撮影してるんですねこの方が音質が良かったり聞き取りやすかったりノイズが少なければちょっとちゃんとマイクを仕入れて、えー、撮影した方が皆さんに 届きやすいかなと思ったので、えー、お散歩動画の時も風拾いすぎちゃって何を喋ってるのか聞き取れなかったんでね本当に申し訳ないです、えー、ではまた動画アップしますのでこの辺で失礼いたします今日は災害時に使える時計のお話をいたしました